はい。皆さん、こんにちは。スノー AI で楽しんでますか今日は僕の DTM の生徒さんが、スノー AI で作った楽曲を自分のライブで歌いたい。いわゆるオケを作りたいというわけです。その中でどうしてもうまくいかなかった先頭の部分。これが気に入らないということ。それをどういうふうに改善するか。 そういういいいお話をしたいと思います。ぜひ最後まで聞いていってください今日の課題のようなことっていうのは皆さん誰にでもあることだと思います桶、OK、を作るというのは今になってはさほど難しい話ではありません。100点ではありません特に上級者の人とかから見たらいやもう一歩だなと思うところがありますけれども 最近は AI の力を借りて今画面に表しているような UVR5 という無料の AI ツールででも2ミックスされた完成曲からボーカルと演奏を2つに分けるというようなことが無料でできるようになっていますまた UVR5 の詳しいことにつきましては別に動画を作ってありますのでそちらの方を 見てください。簡単に申し上げますと、一番上の方にあります、このセレクトインプットというところに、スの AI でできた楽曲をドラッグドロップして、そしてこのセレクトアウトプットというところを押して、どこに書き出すのかということを、こうやってホルダー指定をします。それができましたら、確認するところは3つあります。この上の方の wav f l a グ mp3 というのがありますが、これは wav にしておくのがいいでしょう。その次は、choose process method というところがあって、ここは ndxnet これになっていることを確かめましょう。そして最後は、初めてこの uvr5 を起動した時には、ここが選ばれていないですが、この uvr ndx なんとか、 というような最後 HQ3 ですね。これを選択します。そうしまして、ここのスタートプロセッシング。これを押すことによって2つに分けることができます。2つに分けましたら、上の方が最後にインスルメンタルという風になっていまして、下はボーカルズという風になっています。このように2つに分離することができるということです。 そうしまして次にやることですけれどもこれも概要欄に貼っておきますが画面左の方に BPM アナライザーというソフトを立ち上げますこれも無料ですこの上側がインストールメンタルそして下がボーカルでしたどちらを先にするかっていうことですけれども BPM を測るのはできればこうやってオケとボーカルを分離して オケの方で測ること、これの方が正確に出る場合が多いです。ですから UVR5 を先にするということを心がけましょう。じゃあそのやり方を周到したということで、この上側のものを BPM アナライダーにドラッグドロップします。そうしますと BPM が142.01という風になりました。 これを覚えておいてください。じゃあ、これは終了します。そうしましたら、これがスタジオワンという DAW です。今日のやることだけをするのであれば、スタジオワ o n e の無料バージョン、これででも全部できますので、スタジオワンのプライムという無料バージョンででもできるということを頭の隅に置いておいて、もし DAW を何も使っていないという方は、 スタジオワンのプライムをダウンロードしてインストールしてください。じゃあ、ここで先ほどのデータをここにドラッグドロップしたのが今の状態です。そうしまして、僕の場合ですけれども、このように少し後ろにずらしています。先ほど142.01ということでしたので、この右の下にテンポを入力するところがあります。 142.01という風にしていますよね。ここでスタジオワンをお使いの方は気をつけることがあります。上側のトラックを見て、そのインスペクターを見ます。インスペクターはこの I のマークがあったら、これを出すとこの左端が出てきます。ちょっと消してみます。こういう状態ではインスペクターが見えてないですので、I を押します。すると、 テンポのところがタイムストレッチとなっています。これは避けてください。その上に追従というのか追従しないというのがありますので追従しないを選択しておきましょう。下側のトラックも同じように追従しない。これを選ぶこと。これ一番重要なポイントですのでここは絶対に忘れないでください。そうしましてこの OK を 聞いてみます。僕の生徒さんがこのおけのままじゃ嫌だったというのをお話しします。下側のボーカルをミュートします。ボーカルはもう先頭から入っています。じゃあちょっと聞いてみましょう。 はいこのようにですね今後半でドラムが入ってきましたよねイントロの始めからこんな風にしたいというのが生徒さんの希望なんですこのジャン「じゃん」「たららじゃん」というのがですねここが嫌だというわけですちょっとボーカルもありで聞いてみましょう ありがとう、いつも感謝してる。できることがあるって幸せ。おかげさまで、ここまで超えた。お疲れ様みんなに。ありがとう。We can do it, it's special. こういう感じなんですね。これをどうしたらいいのか。そして、僕に相談がありました。 3万円ぐらいのソフトがありまして、音声をギターとかピアノとかそういうものに分割ができて、そこから MIDI にできるというような素晴らしいソフトがあるんですね。今画面に映しているそういうソフトです。でもよくよく聞いてみたり、そして YouTube なんかの動画を見てみると、やっぱりまだ100点ではないんですね。 ミディにできたとしても、そのミディを修正しないといけないわけです。そうなると、まだ DTM に慣れてない生徒さんが画面も全部英語で、これではですね、僕はお金は覚悟をいくらしてもですね、使いこなせないよというような話をさせてもらったわけです。そういうことをしなくても、もう少し便利にならないか。 ということで、この最初の歌に近いメロディーとコード進行がある場所を探すということなんです。1番ですから、このようにスの AI はなるべく伴奏をちょっと抑えめにして、いわゆる A メロというものを作ってくれたわけです。ですから、これと歌詞は違えど、2番というのがあるはずです。 ですから、その二番というのを探してみたら、まあ見るからにここから二番がありますよね。もう一度一番の先頭を聞いてもらいます。ありがとう。いつも感謝してる。できることがあるって幸せ。おかげさまでここまで来れた。お疲れ様みんなにありがとう。はい。これに匹敵するところ、ここです。

ここから後ろのつなぐところが若干一番とは違うのでですね、本当にコード進行が合うかどうか、この判断が難しいわけです。ここで言えばこの13小節目あたりです。はい、とーっと、いわゆる一旦終わるようなコード進行です。でも、こちらを見ましょう。 はい。つなぎが違いますよね。でもですね、これ、コードがほぼ同じなんです。ですから、これがつなげれるということなんですが、ここからです。今、適当に2つのトラックを並べましたが、これではですね、パシッと切れるところが確定していません。なでなら、この先頭が 間違ってるからです。もう少し大きくして見てみましょう。よく聞くと、このじゃーんというところが、ここですね。これが小説の頭になっています。ですから、歌が杭で入っています。いわゆる前の小説を食って入っているんですね。よく見ててください。1、2、3、4、1、2、3、4、2、このようにですね、えっと、 ここが先頭ですから、これを合わす方がいいです。後から切ったりするのにもちょうどいい。ですから、このリージョンとシフトを押しながら、二つこのように選択します。そして、ここですね。これスナップがあるんですけど、このスナップは切っておきましょう。そして、この六小節目、ここの頭に合わせましょう。 はい。大きくしてですね。合わしていきましょう。はい。下の方も見てですね。ここにラインを置いてみます。はい。こんな感じです。ちょっと前に出ている部分がありますが、これは、これがちょうどいいわけです。そうしましたら、後ろの方で見ても、はい。この33小節を見てみましょう。 はい。このようにですね、白がぴったり合っています。もう少し後ろも見てみましょう。はい。この40小節、ここもぴったり合っていますね。これでちゃんとした場所に置けたということです。ここでクリックオン、いわゆるメトロノームというやつをこのようにオンにしてですね、聞いてみたらメトロノームとぴったり合うはずです。行きます。

さあ、ここからが本題です。2番の先頭のところ、よく聞いてみましょう。正確に言えば、白の頭は27小節なんですが、もちろんその前に、ここに歌もあります。ですから、26小節から再生してみましょう。はい、ひとりじゃ、じゃが先頭です。ですから、 これをつなぐわけですけれども、ここで伴奏を切るんです。ここから一番重要ですよ。よく見ててくださいね。ここではスナップをもう一度オンにします。ですから2拍いった小節の真ん中ですね。ここでカットします。はい。そうしまして、今度は後ろをカットするんですけれども、どこまでかというのは、 あんまり意識してもらわなくていいです。どういうことかというと、あえてこの辺で適当に切ってみます。はい。ここでカチンと切ります。はい。この長さは今はとっても適当です。これをですね、先頭の方に持っていきます。その時にコピーします。そして前の方に行きます。 これも先ほど合わせたのと同じように、はい。ここから置けばいいわけです。ちょっとこの先頭の部分をこのように削っておきましょう。ここに貼り付けをします。先ほど適当でしたから、今、ものすごく短いリージョンが貼り付きました。 これを伸ばすだけです。ピューっと伸ばします。そして重ねます。重ねたら圧倒で貼り付けた方が音が優先になります。これを14小節の先頭まで伸ばしたわけです。はい。作業はこれだけです。え、これで終わりはい。これで終わりです。これでちゃんとおけと歌がうまくいくか試してみましょう。 どうですかここいいですよね。もう一回。これ、15小節まで伸ばしてみたらどうでしょう。はい、よくないですね。これが一番かっこいいフィルが入って、 いい感じでした。もう一度。はい。このようにですね、同じコード進行のところを探します。今は一箇所だけを貼り付けたらうまくいきましたよね。でもこれうまくいかない場合があります。最後の小節とかにコードがチェンジしている場合があります。そんな時は他のところで同じような 一小節を探して、この接続部分に貼り付ける。これをやってですね、より自然につなぐ。コード進行が違う場合ですね。そういうことも考える必要はありますが、今日はこれ以上難しいことを皆さんに言うとですね、初心者の方が悩むと思いますので、今日はこのぐらいにしておきます。ただ、最初の入りですけれども、このように 途中からになっています。これをちょっとこう伸ばしたらどうでしょう聞いてみましょう。<music> はい。シャーンタララッとなりましたよね。僕がちゃんとやるんでしたらこんな風にやると思います。あえてこの歌が始まるまで伴奏は切ってしまいます。ここの部分にドラムのビートを乗せます。どんなドラムソフトでもいいです。 はい、ここに Ujam のビートメーカーキャンディーというのがあります。これを下のトラックに入れましょう。そうしまして、このビート聴いてみましょう。こういうのを入れたいと思います。はい、こういう単純なの方が今回はいいと思います。この鍵盤の上側からですね。 はい、ここに入れます。歌い出しが慌てたくない人でしたら、今5小節目から入れましたが、4小節目からでもいいと思います。ちょっとやってみましょう。はい、このようにトゥントン、トゥントゥントゥンがあればわかるけど、ちょっと長すぎると、またいつ入るかがわかりにくいので、やっぱりここかな。 はいこれが一番いいですねこのように次の伴奏の入りまでこんなようなものを入れるということです最後に聴いてください ででしたでしたょうか今日のおさらいをもう一度言います s の a i で自分の好きな音楽が作れましたでもイントロの部分とかがちょっと気に入らないなそういうようなものがあったりしたらですねちょうど良さげな伴奏を前に持ってくるということですそのようにしたいという時にはまずは UVR5 無料のセパレートソフトでボーカルとオケを 分離させて、その後ですね、BPM アナライダーというスピードを測るものでですね、オ、OK、ケの方で測る。そのようにしまして、DAW の方に持ってきてですね、前に入れたら良さげな、そういうような伴奏の部分を付け足したりするということです。もう一つ最後にヒントを言っておきましょう。今回の音楽はイントロがない という音楽です。でも、イントロのような雰囲気をつけたいということであれば、つけ足せばいいわけです。例えば、戦闘を聞いてみましょう。はい、こっからここまでぐらいが欲しいですので、ちょっと一回これつなぎますね。はい、つなげました。そして、ここでカットします。 そうしまして、この15小節、ここぐらいまでを使います。そうしまして、これですね。これをコピーします。そして、先頭の方に来て貼り付けます。このように繋いだりすると、これでイントロができたりします。聴いてもらいましょう。 はい。こんな感じにイントロ風のものを付けたりして、そしてここになんかソロ楽器というようなものを入れるのも一つの方法だと思います。SnowAI で作ったそのままではなくて DAW を使える人は今日のお話のようなチャレンジをしてみてください。これからも SnowAI とそしてちょっとだけの DTM 操作、 これを勉強したら面白いオリジナル性のある音楽が作れるんではないか。そして、その AI でちょっと足りなかった部分を補ったりできるという、そういう事例をお見せしました。それでは長い間聞いていただきありがとうございました。まったねー。